はい、こんにちは。京都マルテキビチャンネルのベッキーです。J リーグ第9節。本日のお相手は、サガン鳥栖ですね。サンがね、リーグ戦、カップ戦ともにね、ガンバ大阪、セレッソ大阪に勝利してね、調子ね、いいね、サンがなんですけど、今日ね、サガン鳥栖、ずっとね、J1 に居続けるチームなんでね、強いチームなんですけど、勝ってね、連勝といきたいですね。ね、ナベッキー、この試合終わった後、すぐにまた夜勤行かなあかんのでね、ちょっとね、動画が巻きでね、撮影したりするんですけどね、いつも通り、カメオカマルシェ、それと、サンガ、スタジアム、イベント、それとね、チャントの方をね、最近ちょっとね、詳しく紹介したりするんで、またそちらの方もね、お楽しみください。それでは、行ってきまーす。Thank you.
はい、J リーグ第9節サガン鳥栖戦、京都さんが2対3で、負けてしまいました。たらればな試合でね、あそこでこうなってたらとかね、ああなってたらっていうね試合やったんですけど、ちょっとねオンゴールとかあったりね、アディショナル12分とかあってね、チャンスいくらでもあったんですけどね、同点までね持っていくことできなかったです。残念でしたね。とりあえずねナベッキー今から夜勤行きますので、もうなんか気持ち的に、事故ないようにちょっとね仕事場に行こうと思います。次回は5月3日かな、川崎フロンターレ戦でまた、
ナベッキー行きますのでよろしくお願いいたします。それでは、サンガスタジアムバイ京セラからナベッキーがお送りしました。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さよなら。